たいです。かっこよすぎる。ステーカーだ。わあ、びっくりした。40倍で集団整理ができると。さあ、よーし、勝ちました。震えてる。ステージです。ここはあんまり良くない。
ドラム行きました。僕の色は白。両方とも使わず。やれちゃいました。ここはこのステージは7ゲーム間も固定で継続抽選とかなく。チェリーが40枚で落ちるだけなので何ゲームあと後にもうこれを生かさないといけないんです。終わり1回だけでした。あ、いいとこ行った。え、ラストせっかくいいステージなのにラストとか出て終わっちゃったんですけど、30ゲーム452枚さっきの勝っときゃ。おっしゃ、でもいない、一番強い人いない。星3つからだ。わあ、そこ行くんだ。でも勝たなくていいから継続にだけはなっていただきたい。ハリエンだ。優しいやつ、優しいやつ、ソフトのやつ。ああ、ソフト、これ当たった。終わっちゃう。復活があるかも。ない。まあでも500枚ぐらい出たので、まだね、まだマシかな。おじさん、頑張って。そうか。今約1000ゲーム回しまして、ハドチェと集団チェリー、ザキスイカ、キョウスイカ、昇格、ハドチェからの中断チェリーの昇格なしのこの4つを合わせた数字が今 33.48 なんですよね。設定1で38、設定6で 33.49 ということで、まあ降格含んでない部分でひな子役をやったんですが、スイカの方はすごくいい感じです。今80分の1ぐらいで弱スイカは引けている状況で、まあ、このままもうちょっと、まあ子役自体のブームが結構大きいので判別するには、まあ、2500から3000ぐらいは回さないとある程度わからないかなという部分はあるんですが、まあ、このままもうちょっと打ち続けようかなと思います。っていうか打たないとミッションクリアできないんですよね。何が吠えたのかと思いました。全然暑そうな雰囲気出てないですけど、残り7ゲーム。非常に弱いです。お
よしよし。おやつだぞ。あ、うん、運命の時は来た。やりました。ケンシロウが攻めてる攻めてる攻めてる。イエーイ。これでやっつけたら倒れて、あともうちょっとでインサーハンいけたんですけど、やらかしてるよこれ。もしかして、あ、でも2人しかいない。タイエンと八坂さんしかいない。いけるかも。よし、これは確定したので、あとは勝っていただく。次、Go!
あったー強いのおばあさん。Bye.